高木さん、どうもありがとうございました。続きましては、映画監督の小谷忠介さんにお話をいただきます。小谷さん、お願いします。飲みすぎたわけじゃない。はい、小谷です。僕の方からはですね、少し角度を変えて、20世紀初頭の映画と、絵画の関係性について、お話しさせていただければと思います。まずですね、20世紀の美術史上を革命した、絵画運動、キュビズムを紹介させていただきます。キュビズムの創始者といえば、スペイン生まれの芸術家、パブロ・ピカソですが、ピカソはフランスのジョルジュ・ブラックとですね、手を組んで、キュビズムの手法を開拓していきました。キュビズムを切り開いた記念すべき作品が、ピカソによって描かれた油彩画、アビニョンの娘たちです。アビニョンの娘たちから、ピカソとブラックのキュビズム革命が始まります。ちょっとアビニョンの娘たち見てもらいたいと思います。はい、これアビニョンの娘たちですけども、売春宿のあるバルセロナのアビニョン通りから命名されたこの大作は、小窟、いわゆる日本でいうとこの赤線地帯を描いたものです。で、画面の左側の女性の横顔はエジプト彫刻、古代エジプト彫刻、中央の2人の顔には古代スペイン彫刻で、また、グロテスクに歪曲された右側の2人の顔にはアフリカ彫刻の影響が見え隠れしています。またですね、右手前の女性は背を向けているにもかかわらず、顔だけがこちら側を睨んでいます。本作は遠近法や明暗法などによって得られる写実的な現実感ではない、絵画ならではの新しい現実感を得るために対象の形を一旦解体した上で、画面の中で複数の視点から再構築するキュビズムの起点とされています。さらに、遠近法や明暗法に基づく伝統的なですね、絵画の約束ごとを根本から覆した点で現代絵画の出発点とも言われています。はい。で、ピカソは1907年アビニョンの娘たちによってキュビズム革命を行うわけですが、ピカソはこの絵を描いた時にすぐに発表はしませんでした。これがですね、あまりにもこれまでの美術、まあ、絵画とは、かけ離れているため、理解されることが難しいと思ったからではないかというふうに考えられています。実際、画家仲間の中にはですね、ピカソはいつかアビニョンの娘たちの裏で、首を吊るだろう、などと陰口を叩いている者もいたそうです。まあ、それぐらいアビニョンの娘たちは革命的な絵画表現だったわけです。しかしですね、ピカソが描いた絵画の、まあ、革新性に反応したのが、ジョルジュ・ブラックです。そのブラック自身もキュビズムの手法を使って絵を描き出すようになります。ブラックの絵を見てもらいたいと思います。はい、これがブラックの作品ですが、まあ、個人的には非常におしゃれな作品だなというふうに思いますが、まあ、ピカソがですね、移動に要する時間の差、まあ、時間のずれから生じる複数の視点に、関心があったのに対して、見ていただいている通りなのですが、ブラックは静止したオブジェを複数の視点から、見つめることに関心があったように思います。
映画の撮影用語で言うところのアングルですね。アングルとは被写体に対するカメラの角度のことですけれども、ブラックの絵画はオブジェのさまざまな、面、を見ることができると思います。はい、でキュビズムが生まれる前の美術界の状況について少し触れますが、キュビズムが起こる以前の美術界には、モネや、ルノワールなど印象派の画家たちがいました。その後印象派の流れを受けつつもその先を目指した後期印象派が登場します。後期印象派といえばゴッホやゴーギャンやムンクやセザンヌなどの名前が挙げられます。絵画史の中では自然の模倣を抜け出し絶対不変な自分の感覚による絵画を作り出そうとした、セザンヌ、ポール・セザンヌですけども、実はですねキュビズムが生まれるきっかけとなった画家とされています。しかしこのあたりをちょっと話していくと長くなっちゃいますので割愛したいと思います。で後期、印象派である彼らが色や、形を自由に使って表現することを学んだわけなんですけども、20世紀初頭にフォービズム、野獣派とも呼ばれましたが、フォービズムという名前の絵画運動が始められます。そのフォーミズムの代表といえば、これもご存知の方も多いと思いますが、アンリ・マティス、アンドレ・ドランなどがいるわけなんですけども、彼らの特徴は原色を多彩に使い、対象を激しく歪ませ、いわゆるディフォルムさせることで自己表現の極意ともいえる大胆な表現手段を使いました。その一方でですね、感情的すぎるフォービズム表現に、対抗する絵画の勢力が生まれたわけですが、それがキュビズムだったわけです。キュビズムは感情を、抑止するというか、抑制するというか、そういったような形式をとっているわけなんですけども、幾何学的な形態の作品が非常に多いです。フォービズムが色によって革命を起こしたとすれば、キュビズムは形の革命をしたと言って、良いと思います。では、キュビズムとは一体どんな絵画だったのか。一見すると、わけのわからない形の集まりのように見えるキュビズムの絵画ですが、しかしそこにはキュビズム独自の絵画様式があったわけです。一つにキュビズムは遠近法を無視しています。遠近法といえばルネッサンスの時代から続いてきた遠くへ行けば行くほど物が小さく見えてくるというような描き方ですけれども、奥行きその距離感を感じさせることができる手法ですよね。そのルネサンス時代から約500年近くですかね、続いてきた遠近法を、ピカソやブラックは無視したことになるわけです。で19世紀に写真が発明されて以来、絵画は現実を映す役目から解き放たれて、形態を崩壊するキュビズム表現が生まれ得たと言えるわけですけども、先ほどもアビニョンの娘たちでお話ししましたキュビズムは複数の視点を絵画に用いて画面を再構築しました。一般的に一つの視点から絵は描かれるわけですが、例えば人間の顔を描くとすれば、そこから見えた視点で絵を描き、絵を完成させます。顔を真正面から描いていたとすれば、当然ですね、キャンパスには顔の横顔や後頭部なんかは描かれてないわけです。
しかしですね、キュビズムの絵画では一つの画面に複数の視点が存在します。真正面から見える顔と同時に斜め、上から見える顔が描かれていててもおかしくないというわけです。複数の視点が一つの絵に用いられることで、斬新的というか奇妙な歪みが生じ、画面全体を新しく構築し直しています。目に見える単一的な世界をただ映すのではなく、複数の視点を入れて画面の見え方を変化させるという描き方は、多角的に対象を描き出す表現手段となったわけです。ここまでですね、話すとどことなくキュビズムの創作が映画とつながりを持っているように感じませんでしょうか。映画がますます主要な地位を占めるようになっていくことへの直接的な反応としてキュビズムを捉えることができます。模倣は写真が非常にうまくやってくれるから、我々は他のことに注意を向けようと、印象派の画家たちが写真家たちと争い対等することで、優れた成果を上げてきました。模倣という、西洋絵画のですね、伝統を根本的、かつ徹底的に断ち切ろうとしたからです。それと同様にキュビズムの画家たちの作風を見れば、映画を意識していたことが読み取れます。基本的に絵画史によれば、キュビズムに最も重要な影響を与えたのはアフリカの彫刻ということになっていて、これはその通りだというふうに思いますけれども、しかしですね、構造的に映画との関係性は興味深いものがあります。例えばキュビズムの重要な要素の一つに、視点の相互関係とでもいう感覚をですね、キャンパスの上に、作り上げようとする試みがあります。これはアフリカの彫刻に、見られるものではなく、映画のモンタージュ、つまり編集の弁証法に非常によく似ています。キュビズムもモンタージュも単一の視点を排除し、複数の視点の可能性を探求しているわけです。映画は動く絵であって、複雑で断片的に変化する視点を可能にし、またそれを助長さえしました。この意味でキュビズムは映画の発展に並行して進んだとも言えます。キャンバスの上に複数の視点による面を捉えたピカソやブラックたちは、映画からの挑戦にまともに応えたわけです。最後にちょっとこの絵を見てもらいたいと思います。これは、フランスの美術家マルセル・デュシャンの作品です。デュシャンといえば、男性用の便器にリチャード・マットと著名をした作品が美術界で物議を醸し出したことでも有名ですけども、この油彩画は1912年に描かれた階段を降りる裸体ナンバー2です、キュビズムの時代の集大成でデュシャンの出世作とも言える作品ですが、見ていただければ分かると思いますけれども、連続した人物イメージを重ねることで動きを表現しようとしているのが分かりますでしょうか。キャンパスの上に映画の複数視点を凍結しようとした試みが見て取れる作品です。はい、まとめとしましては、キュビズムはあらゆる芸術の歴史において重大な転機となりました。すなわち芸術家は、現実世界に存在するさまざまなパターンに左右されることなく、題材とは関わりのない芸術作品の概念に、目を向け直すことができるようになったのです。絵画が映画の挑戦に対して、根本的に反応したのは概念芸術、
コンセプチャリーアートという考え方であり、これはキュビズムによって初めて広められ、今ではありとあらゆる芸術共通のものとなっています。非常に重要な芸術運動だったというふうに、思います。はい、僕の方からは以上となります。ご視聴ありがとうございました。